7月31日日曜日正午からまちつくクエスト実行委員会主催の夏祭りがコミュニティセンターで開催されました。当日は晴れ渡り最高気温が38度を超え猛暑日となった中家族連れなど大勢の人で賑わいました。失われた祭りを取り戻せと題されたこの祭りではキッチンカーエリア、テントエリアに加えて 白岡面のフォトトスポットも設置されました新型コロナの影響で祭りの開催が見送られる中祭りに参加した子どもは大勢の人に祭りが取り戻され笑顔があふれました。